今日、種苗法違反の疑いで書類送検された40代の女性女性は去年9月から今年1月にイギリスの会社が品種登録するバラの苗を許可なく栽培して増やしフリマサイトで3人におよそ2万円で販売した疑いが持たれています種苗法は植物や野菜、果物など新たに開発した品種を 農林水産省に品種登録することで育成者としての権利が認められるというものです販売する際には育成者と許諾契約を結ばなければなりません大阪府警によると女性は販売する際に違法とバレないよう一部文字を伏せ字にする細工をしていたということです登録品種を繁殖してはいけないことは知っていましたが せっかくお金や手間をかけてきた苗木を捨てるのはもったいなかったまあいいだろうと思い出品していましたこれまで農水省に登録されたバラの品種はおよそ千種類こうした同様の被害は少なくありませんこちらのバラは大阪にあるバラ専門業者が四年をかけて作ったバラになります ただ、別の業者によって流出してしまっている可能性があるとということです大阪でバラの栽培、開発などを手掛ける、花プロデュースナンリこれまで100種類以上のバラを開発してきたという難利さんですが、一つの品種を生み出すのに、相当な労力や費用がかかるといいます。もう安くできるものものあれば、まあ、何千万 手がかかるものもありますしその期間によってやっぱ変わってきます今回被害に遭ったバラは品種登録している2種類南里産の知らぬ間に勝手にネットオークションで売られていたと言いますそれはもう行き通り以外のものしかないですよねもう本当にむすっと竹けしというのか他の業者さんもね、えー、こう売ってますので 南里さんは、サイトの運営側にオークションを中止するよう通告したものの、対応してもらえずこれまでかけてきた時間も労力も、いろんな付加価値を作るための活動や広報、すべてを横取りされるみたいなものであって被害額とかって、かなりあると思うんですかそれはね、計算しきれないですね。 なぜ不正販売が相次ぐのか専門家は要因の一つとして、えー、一般市民の法律に対する認識の甘さがあると指摘します正規の、えー、登録品種のまあ例えばバラの苗を買ったらきちんとラベルには、えー、増殖して譲渡することは禁止されていますというのは書いてあるわけなんですけれども、うん、そこをきちんと読まれるかどうかっていうところ 一般の人は、脂病法はあまり理解されていなくて、えー、たしばしば違反のものが出ているというような状況だと思います。